さあやっていきましょう。チャプター9、聖夜に気づいた何かとは一体とは一体何か。聖夜に気づいた何か。恋心ってこと？今んとこ恋心持ってるわけじゃないのかな、二人とも。さあ今月は期末テストがあるわよ。頑張って補習とテスト勉強と受験勉強をしましょうね。多いな。へー、イントロからやる気が消えた。イントロからやる気が消えた。初っ端だから、イントロから。じゃくそ、よくわかんなくなってくる。もうダメだ、もうダメだ。コロちゃんと付き合ってらんねえわ。別れましょう、私たち。別れましょう。どうしてよ。そんなに補習とテスト勉強と受験勉強ってラレされたら、ラレこっちか、ラレツってこと。こっちか、こっちか。そういうことね。ラレツ、ロレツが回ってない。ベレツ、ラレツね。あ、そうそう、レレル、ラレツ、ラレレ。なんか言葉を覚えたての子に言葉を教えてるんじゃないんだからさ。ラレツだってば。ラレレとか言ってる時点で国語が怪しいのかな。要はやっぱり国語を重点的にしましょうか。そうなるのか。頭が混乱しててもやるときはやる。これは愛の無知なんだから。おお、先生が投資に燃えている。と、ど、うん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 、ツッコミどころじゃないんだよね。投資、あ、そっちか。凍えて死んでるのに投資に燃えるって、じゃ燃えるって意味わかんないわよ。はい、ほんと意味わかんねえよ。ちょっと待って、俺が読めねえ。水尾の対義語は何？絶大！絶大！繁栄です。大体合ってたね。全然違います。先生、絶大って漢字を手のひらに書いて飲み込んでみて。3回？え？絶大パコ。水尾の反対は？あ、水尾で合ってんだ。繁栄。それは絶対絶大って答える。コロちゃんとっておきの魔法なのに。バカだ。はいはい、もっとしっかり勉強しましょうね。コロくんは本当に不思議ちゃんだな。本当ね、本当ね。とりあえず勉強を今月も頑張りましょう。あ、一問だけ。自信満々ね。自信あるもんね。でも外れ、答えは繁栄よ。コロくんの未来も輝くといいわね。うん、頑張る。はい。俺のお腹の音です。あ、先生、お腹の虫。あ、今日はお昼を食べ損ねちゃったからな。なんで？なんで？4時間目の授業が終わった後、生徒の質問に答えてたらちょっとね。あ、そっか。わあ、大変だね。先生もその生徒も食べ損ねたんじゃないの。ダメだよ、そんなことしちゃ。わかった、明日からはゴロちゃんが先生のお昼時間を守ってあげる。守るもの、守られるもの、そういうこと。遅れて回収会。え、本当にこんな豪華なランチいただいちゃっていいの。ウィングでしょ。ゴロが世話をかけているデマチンだと思えばな。好きなだけ食い荒らすのを許す。翼、それじゃあ先生が怪獣みたいだ。お前が怪獣だろ今。その流れで言うならお前が怪獣だろ。違うんか。違うとは思ったけど、これは。じゃあ千と千尋みたいに食い荒らしていいっすね。あの感じで。よし、清は倒した。清原くん、何を言ってるの。ヤホホホホ。違う、なんだこれ、何を言ってんだ。ああ、怪獣みたいな勢いで食ってたぜって言ってらっしゃる。お前ほんと翻訳家になるよ。ほら、お茶飲め。はじめ、ちょっと本当に翻訳、ガチで翻訳家の道を目指してみないか。お前は才能あると思う。おー、あー、ん、あー。まったく、清原くんの食べっぷりの方がよほど怪獣みたいでしょ。アホロール最近来ないな。先生、まだ聖帝舞踏祭の相手が決まってないって。フミちゃんとセットですれ違って以来か。あ、聖帝舞踏祭の相手か。聖帝舞踏祭、何それ。やった、知らないってことは決まってないってことだよね。ちょっと、だから聖帝舞踏祭って何なの。聖帝舞踏祭は聖
青天祭だよ。全くわからないでしょ、その説明じゃ。青天祭と文化祭は別なんだよね。ゴロ、この学校お前じゃ話がややこしくなる。ポペプー、ポペプー。青天舞踏祭はクリスマスの頃、青天学園で行われる舞踏祭のこと。ありがとう、もうほんと初めは安定してて好きだわ。その名の通り、舞踏の祭り。女子生徒はフォーマルドレス、男子生徒はタキシードを着用する本格的な舞踏祭だな。ゴロちゃんは、え、中等部ではそんなものなかったわよ。当たり前だ、中等部と高等部では運営が全く違うんだから。真壁財閥が運営してんの。通称青天祭と呼ばれるこの行事は社交界の縮小版みたいなものだ。社交界って、あの、ヨーロッパとかでよく聞く。ああ、青天学園の生徒のほとんどが金持ちの子息の集まりだからな。まあね、そうなんだよね。なんでハフロールがいるのかなんでハフロールがいるのかっていう。エンド。ここでの人脈が後々役に立つ。すごいわね。じゃあきっと華やかなんでしょうね。あんな金持ちいるのかしゅん全く理解できない。ああ、いるのかお前。俺には興味も関係もない。でもビスコンティでライブ開こうぜ。そっか、アフロールは音楽の道に進みたいんだものね。でもその青天祭が私に何か関係あるの？やっぱり準備とかが忙しいのかな。準備は生徒会がするから。岡崎が？何もしなくていいんだ。岡崎がするんだ。学園本体はノータッチ、あくまでも生徒会が取り仕切んだわ。おかげでつまんなよ。そうなんだ、なんだかすごいね。私もこっそり覗きに行っちゃおっかな。うん、何言ってんだお前って感じだな。先生、本当に何も知らないんだね。何が青天祭は学園の人間すべてが強制参加だ。だからもちろん先生も参加だ。先生ノータッチなのに強制参加って意味わかんねえけどな。それちょっとよくわかんねえけどな。そんなの私困る。ところでスーツ5着しかない。お前は青天祭の。あー、ダメダメよ小鳥は。そんなのゴロちゃん許さないからね。一応ゴロちゃんルートだけど、他の B6 の面々も仲いいんだよね。そういう感じだよね。先生をエスコートするのはゴロちゃんなの。エスコート、何それ。青天祭は社交界だと言ったろ。女子生徒がエスコートなしで青天祭に出ることは恥なんだよ。え、何なのよその異世界の話。だから割と異世界を生きてる人たちいるからな、ここ B6 の中に。申し込んだらダメだよ。え、ちょっと待って、私参加するなんて一言も言ってないでしょ。第一ドレスもないし、ダンスなんかも踊れないから無理よ。ドレスなら大丈夫だよねえ翼。ドレスも100着や200着、この俺が一声かければ空からいくらでも降らせる。なんで空から降らせるんだよ普通にくださいよ。永田がもう、永田の免許の取るのがどんどん範囲広がってくから、そんな持ってそうだけどな。ヘリコプターとか操縦できそうだけど。愛してる超ラブー。ラブー、やめんか、お前の愛なんぞいらん。そうよ、私もそんなドレスなんていません。そんなドレスに断ってんのか。それに生徒から物をもらうなんて。大丈夫だよ、翼のポケットマネーなんか底なしヌメヌメなんだから。ああ、ヌメヌメか、汚ねえな、まあ、ウィングのポケットは汚いことが今発覚したな。納豆とか入ってんだろうな。底なし沼でしょ。ヌメヌメネバーって糸を引いちゃってるお札を想像しちゃったほぼ同じことを想像したな。まあ腐るほどあることにはあるから、当たっているぞ。当たっているのか、お前のポケットはヌメヌメしてて腐った札がやってくんのか言葉としては間違っているんだから喜ばないのね。だから先生はゴロちゃんとお揃いのドレスを着るの。つばさ、はい、合流だね完全に話ぶった切ったあたり合流だね。底なしか、まるで想像ができない。でも翼のお財布にはお金が入ってないんだよ。ブラックカードってやつか限度額なしのスペシャルスペシャルスペシャル。ひえーね、また今年もか。ゴロ君、ドレスってドレスを着るの当たり前でしょ。ゴロちゃんタキシードなんて着たくないもん。かわいいドレスがいい。ドレスの先着や2先着この俺にかかれば。だがな、男の五郎に着せるためのドレスだけは送るのに気が乗らん。やだな、つぼそっとろん、照れちゃって。
心底嫌がってんだけだろ。ゴロちゃんショック。ああ先生この場合誰の味方をしていいのかわからない。とりあえず水木のとこ行っときましょう出てきてないから水木のとこに行っといて一緒に寝ましょう。あ、元カレー、あれ元カレー、今からゴロくんの補習をするんだけど一緒に勉強する？冗談じゃない、そんな暇はないな。ないのか。今ねゴロちゃん、シュンのバンドのライブの予定を聞いてたの。ああ、じゃあ参加すんのかな、やっぱ制定祭に。そうだよね、アフロールってあれ髪の毛なんだよねめっちゃ長いんだよねこれ。ハーフロールのバンドビスコンティって確かものすごく人気があるのよね。フミちゃんとかいるのよね、フミとか、まあ、元カノシュそこにいるのは、はい、B6 の七瀬と風門寺か。岡崎はもう落ちるかな、そろそろパリンっていくか。何の用だ、おでこ割りやすそうじゃんから。そう、通りすがりに見かけたから何か問題を起こしていないか確認しに来ただけだ。問題違う七瀬のバンドか。あー、ここはあるんだ。そんなもの聖帝学園のまともな生徒は誰も認めていない。どういう意味、元カノとしてロックバンドの活動などバカなものだということです。貴様は俺に喧嘩を売りたいのか、それとも殺されたいのか。僕はお前たちのような野蛮な人間と付き合う趣味はない。これで失礼する。ではこの世界から失礼させてやろう。パリン。何あの子、ものすごく感じ悪い。感じ悪い。どうでもいい、こんな学園の生徒に何を思われてもな。そんなことない、夏休みに一度ライブに行ったけど、かっこゴロくんを探してるときに、ハーフロールのバンドかっこよかったもの、かっこゴロくんしか見てなかったけど。クラス A の連中や校長たちはそうは思っていない。それはでもそれは誰もハーフロールのバンドを自分の目と耳で確認していないからよ。一度聞けば分かってくれると思う。そうだよ、ゴロちゃんもそう思うよ。100世とかいるじゃん七世の他に100世もいるんだから大丈夫よ親戚でしょ。100分は1分にしかずだよ。そうだな、100分は1分にしかずだしかな、しかず、しかずかな、どういう状況かな。1分大切にってこと。100件は1件にしかず。うん、うん、まあそれは置いといて、置いといて、置いちゃダメ、ちゃんと覚える。もう12月なんだから。百聞は一見にしかず。百聞は一見にしかず。はい、ハーフロールも、うん、よしわいねえ、だったら聖帝学園の生徒にもハーフロールのバンドを聴いてもらう機会を作ったらどう。あ、この展開にはやっぱなるんだね。そっか、優遇されてんだハーフロール。それなんかハーフロールめっちゃ優遇されてない、その場合必ずメインに関わってくると。百聞は一、それ百聞は一見にしかずの間違いよね。こんな初歩的な慣用句を間違えるなんて。どうしたの先生の眉間、シワあるよ。切れた、切れた、切れてません。怒った、怒ってません。照れてるの、なんでよ。はあ、いい声で照れてるのっていうのやめろ照れてるの。聖帝舞踏祭、あれでハーフロールのバンドのライブをしたらどうかな。でしょ。そんなことできるわけがない。やってみなくちゃわからないわよ。そうと決めたら行動開始ね。行くわよハフロール。先生、七瀬くんのバンドのライブを聖帝舞踏祭で行えるよう校長先生に掛け合ったそうですね。ありがとうシステムメッセージ。え、よく知っていらっしゃいますね。先ほど真田先生から聞きました。俺はこの影さんから聞いたよ。この影さんと一緒に校長と生徒会に掛け合ったんだよな。太郎ちゃんハーフロールが関われば隅で立ち家来ないけど関わってくれる太郎ちゃん好きだな。驚くべき行動力ですね。今までそんなことをした教師はいませんでしたがまだいいお返事はもらってないんですけどね。応援してるよね、二階堂先輩。はい、特に問題がない限りは。もし許可が下りなかったら校長の育毛剤を脱毛剤に変えてやりますわ。ありがとうございます。まあ頑張ってください。二階堂先輩的には難しいことを判断してるんだと。来たか T6 のターン。なんかやってくれるのか。先輩どこへ？脱毛剤に変えるのです。先生遅い。ごめんね。生徒会との話し合いがちょっと長引いちゃって。放課後はゴロちゃんと補習をする約束でしょ。どうしてゴロちゃんが待たされるのさ。
待たされる側の気持ち分かったかしら、ゴロ。本当にごめんなさい。どうしてもハーフロールのバンドの演奏許可を取りたくて。ムカつく。まあちょっと拗ねてんだな。そうだな。そうだよな。他の男のことにかまけてる。ちょっと拗ねるとこあるわな。え？シュンのことは大好きだけど、ゴロちゃんをほったらかしにするのは許せない。処刑よ。もう帰る。ゴロちゃん、補習なんてもう受けないから。そう。え、ゴロくん？なんか男の子っていうよりめんどくさい女の子感あるな。やっぱそういう感じだと。そこまで拗ねんなよ。水木先生、今回出てこないなと思ったけど、どうしたの？あ、水木くん、ゴロくんがこっちに来なかった？うん。指さしてくれるのは嬉しいんだけど、水木くんが左でトゲが右を指しているのはどうして？トゲは指してんの？うん。トゲートゲー、だから二人でまた逆方向を指さないでよ。まさか二人に分裂したってこと？え、水木くんの方を当てにするわね。よし、思い切ってトゲを選ぶわ。何の選択肢だよこれ。おい、水木くんの方ね。トゲを疑うの。どうしろと、私にどうしろと。え、それじゃあ水木くんの言う方が間違ってるの？うん。もう無言じゃわからないってば。これ水木のルートって本当どうなんの？言っちゃった。まあ無口なのはいいけど、せめて返事ぐらいしなさい。なるほどね。じゃあトゲを選ぶわ。トゲは賢い。あ、お、え、じゃあ本当にトゲが合ってるの？さあ。じゃあ水木くんが正しいの？うん。なんだろう、つかみどころねえな本当に。っていうか結局どっちなのよ。